カミソリをデザインしたモニュメントカミソリ文化伝承館フェザーミュージアムとは岐阜県関市にある企業博物館である通称をフェザーミュージアムとも言うカミソリ文化伝承館フェザーミュージアムよりもこちらの通称がよく使われているフェザー安全カミソリが運営する刃物の総合博物館であるフェザー安全カミソリ日の出工場内にある 2000年5月開館。2002年に増築。耐震化と展示内容の一新を図るため2015年3月から一時休館し、建物を取り壊して2016年6月に着工した。新ミュージアムが2016年3月13日に新創開館した。関市では、 刃物ミュージアム回廊整備事業が進められておりその中核施設となることが期待されている。周辺施設として岐阜県刃物会館や石炭や伝承館がある。カミソリ以外にも刀剣や医療用メス、その他展示内容の刷新に伴い、旧施設のカミソリ文化伝承館の名称は消去された。自社のカミソリの歴史、世界の様々なカミソリの展示、歴史、 展示数は5000点以上。ありがとうございます。